はい、皆さんこんにちは。栃木のたけし農場です。以前たけし農場の動画で、ビニールハウスのビニールがまくれ上がっちゃったよという動画を紹介したと思うんですけどね。そのビニールハウスに来てます。で、今回どういう事象だったかっていうと、画面の右側ですね、こっち側から強い風が吹いて横風を受けたと。で、徐々にね、この横風の風上から風下にね、ビニールがこうずれ上がってっちゃったよという動画を発信したんですが、今日がね3月11日で、もうね冬の季節が終わって、春になりかけてるんで、これから先ねそんなに強い西風、こちらからの風がないと思うんで、今日ね、やっとビニールを元に戻します。多分全体的にちょっと寄っちゃってるっていうのはあると思うんですが、屋根がかかってればねとりあえず大丈夫なので、ちょっとこれからね、引っ張って元に戻していきたいと思います。でもすごいよね、こんな状態になっちゃうとはね、全然想定が外です。もう約半分まで上がっちゃってますからね、だいたい6割ぐらいまでこうまくれ上がっちゃってるんで、すげえなと思います。よいしょ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 。もうビニールハウスの形自体がこう潰れちゃってますよね。それだけ、もう瞬間的に強い風が吹いたんだなと思います。よいしょ、このまま行っちゃおうか。ちょっとねここのクロスワンもね少し緩んでるみたいですね。このサイドのパイプに乗るとちょっと下へ、よいしょ、ちょっとずつね下ろしてみます。でこのちょっとさっき話途中になっちゃったんだけど、このクロスワンもちょっと緩んでてね、すごいな、ちょっと下にずれて落ちますね。よっこいしょ、これ水を落としてからやればよかったな、失敗したな。こんなこと初めてだもんね。あーんと驚きました。よっこい、よいしょと。ここもね今ビニールなんですけど、中に農機具を入れるときはちょっとビニールじゃまずいんでね、徐々にこれもブルーシートに変えていこうと思ってます。ただこれ新しいビニール貼ったんでね、1、2年前に新しいビニール貼りましたんで、これ、切れるまでね使ってね、これ切れたら、更新するときはブルーシートにねしようかなと思ってます。いやいやいや、こんなに上がってるとは思いませんでしたよね。よっこいしょよいしょ、1回で引っ張れるんかなと思ったんですけどね一回じゃ無理だよねどう考えても。よいしょよいしょと、よいしょ、これも2人でやると楽なんだろうな。こういう時うちの嫁が使えねえからな、多分ね、今日あたり電話しても、いや今日は都合が悪いんで明日とか明後日とかって言われるんだよね。そうすると今日結構風がなくてね、穏やかな天気なんだけどね、2日後3日後はね果たして穏やかかどうか分かんないしね、今日も木曜日か、週末天気悪いんだよね確かね。だから農家の仕事ってお天気仕事なんで、そのやろうと思った日が一番ベストな日なんだよね。それを都合で違う日に送っちゃうと、果たして
その日にやれるかどうかっていう保証がないんでね。まあ今までずっと一人仕事でやってたんで、まあ別にね嫁がいなくてもなんてことないんですけど、まあいればね、まさかうちの、まあ、よく出てくる猫よりはね役に立ちますんでね。ね、猫じゃ話にならないかな。あららららら、ちょっと水が溜まってるな。よいしょ、よいしょ、あーちゃ、いや、よいしょ、ぷう。猫じゃね、何匹いてもね、足しになんないもんね。でもうちの嫁も猫とあんまり変わんねえや。本人に言ったら怒るかね。私言われれば来るでしょって言われちゃうからね。おめえ猫いかだなんて言ったらね。よいしょ、よいしょ。いや、手袋がぐしょぐしょになりました。よっこいしょ。ああ、いや、来るよね、自分の方へね。当たり前だよね。あれ、よいしょ、ちょっと脚立を寄せます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあね、嫁と一緒に住んでないっていうのもねちょっと問題なんだけどね、うん、一緒にいればこの仕事の大切さってのが分かってくるんだろうけど、まあ今んとこね、うん、一人でやれない仕事の時だけちょっと電話して来てもらうっていうパターンなんでね。もう本当に今その手が必要な時しか自分もね嫁には電話しないんですけど、だから使えないよね。自分の仕事優先しちゃうんだもん。いいよ、おめえには頼まねえよってなっちゃうよね。まあ基本、まあ、ずっと今まで一人でやってきたんで、まあ本当にこういうビニール張りとかね、あと稲の種まきぐらいだよね、一人でできないの。まああとはまあなんとか一人でやってきたんで大丈夫なんかなって思っちゃうよね。まあ いれば便利だけど、猫の手よりはマシだけど、そんな感じだよね。本人が聞いたら怒るだろうな。おめえは猫と同じだ、肝心な時に使い物になんねえって言われちゃうよね。よっこいしょ。かといってな、嫁を当てにして手広くやってもなっていうのもあるんだよね。まあこれから先どうなるかわかんないけど、まあ この間ね、実は農協の添削の話で農協行った時に、まあうちの地区もそうなんだけど、営農集団がねもう平均年齢上がっちゃって、まあ多分10年後ぐらいにはもうメンバーが3分の1ぐらいになっちゃうと。そしたら転がんないよねって話したんだよね。でまあ例えば大きくやってるところにまあ後を継いでやってもらってもさ、例えば30兆部やってる農家さんが今度営農集団の分40兆部引き継いで70兆部やれるかって言ったらやれないよね。うん、まあで当然、まあちょっと離れた地域からね来るんでしょうから、まあトレーラーで引っ張ってくるっていうのも結構きついよね。まあ今回まあ積載車でね、コンバインを乗せるやり方なんてのをねちょっと動画にしましたけど、ああいう車がないともうこれからは大きくやれないよね、積載車でもないと。で特にコンバインなんかね、一般公道トロトロ走られても迷惑だしね。で2000万もする機械ね、
後ろから追突されました、廃車になりましたって言ったらね、もう一シーズン稲刈りできないからねまあそんなのもあって、うん、これからまあ、この地域でもだんだん、うん、大型化していくんだろうけど、そうなってくると、まあ、積載車で移動だよね。もうトレーラーで引っ張ってる時代じゃないと思う。ましてあれもね、スピード遅いからね、後ろから追突される可能性あるもんね。そういうリスク考えると積載車が一番安全なのかな。まあ自分の代はね、積載車なくてももうなんとかなりますけど、まあこの後の代はどうなるかちょっとクエスチョンですね。はい、じゃあ終わりました。まあこれでしばらく大丈夫だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この辺ジャガイモの種まいたんでね、変なところ歩っちゃうと分からなくなっちゃう。はい、じゃあビデオ止めます。